皆さん、こんにちは。ピリオディスタ・小沢です。今日はですね、ちょっとお二人、豪華なゲストを招きまして、えー、ラリーガの、えー、まあ、皆さんもご存知かと思いますけども、カディスの、えー、カディスジャパンが、えーね、日本で SNS 中心にね、こう、積極的にやられているので、今日は実際に来ていただいて、いろんなお話を聞こうと思いますので、まあ、普段なかなかこういう機会も私もなかったので、は、え、じ、ー、めましてということなんですが、まずカディスジャパンの前田さん、はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして。 よろししくお願いしますそれから先日まで、昨年までかな、えー、現地にいらっしゃった金子さん、はじめまして、じゃないか、<laughs> この間、挨拶しましたけれども、よろしくお願いします。よろししくお願いします今日はカジスジャパンのお二人に来ていただきましたので、まず前半に関しては、まあ、カジスというクラブと、まあねまあ、プリメーラももう今年昨年続いて2シーズン目で。 え個人的にアルベロセルブラ監督のえメガネの配色であったりとか、ファッションがなかなか <laughs> 好きなので <laughs>、そんな話も聞きながらカディスのことを皆さんに知っていただきたいなと思うんですけども、まずは、えっと、前田さん、カディスジャパンの話をする前に、ちょっと改めて、カディス CF、まあ、グローブでフットボールについて、ちょっとご紹介いただけますかはい。 えとそうですカディス CF について、えー、ともう歴史的なところでいくと1910年に設立されて、えーまあ、去年で110周年と、まあ、歴史のあるクラブでしたとで、まあ、先ほどあのご紹介いただいた通り、えー、昨シーズンプリメーラに昇格したんですがプリメーラ昇格したのが、えー、と15年ぶり。 だったというところで、あのまあ、本当にかなり地方のローカルな小さなクラブがこうコツコツと頑張って上がってきたっというようなクラブです。うん、で先ほどあの紹介したセルベラ監督、メガネが特徴的で、地元のサポーターからもネメガネさんで愛称で呼ばれているぐらいこうあの愛されている監督で、彼が就任してから、えっと、5シーズンぐらいかな。 ごしえー、当時、彼が就任した当時は3、えー、部にいたんですが、5シーズンかってプリメーラーまで上がり、で昨年は残留果たしたというところで、うんあの、本当に地方クラブがかなりこう頑張ってトップリーグで戦っているというようなクラブになります、うんまあ、実際、金子さんは現地で、ね、こうクラブスタッフとして。 こうお仕事されてたわけですけども、ちょっと、まあ、カディスのクラブの前にカディスという街、ちょっと僕もスペインに長く住んでたんですけども、行ったことがなくて、いや、行きたいなと思って、ね、夏には、まあ、ちょっと今なくなっちゃってますけども、エル・カランソハイとかスペイン国内でも、ね、プレシーズンで一番国内だと大きい大会でこう、テレビでよく見てて、あの雰囲気とか、あのリゾート地に行きたいなと思ったんですけど、どんな街ですか、カディスは。もう一言で いいな <laughs> <laughs> あの。本当にちょっとスペインの中でもアンダルシアと言われる南の方のさらに本当に最南端、もうすぐそこがアフリカみたいなあのところでして、しかもあのカリス県っていうと結構スペインの中では大きな県なんですけど、その中でもあの中心地のカリスっていう,そのもう首都みたいなところはあの本当に半島みたいになってまして、あの人口10万人ちょっとの,あのそんなに大きくもない町で、 360度海と思っていただければいい感じのもうどこ行っても道に迷っても海に突き当たれば家に帰れるみたいなあの規模の町ですね。<laughs> であの人が本当にあに南スペイン特有の穏やかなあのとても明るくて本当に陽気な人たちばっかりであのもう毎日にぎやかな一、うん、年中通して気候もいいですし、うん、本当にこうみんなさんが思い描くようなスペインの温かい街い町っていうところです、ね。 今、ちょっとねコロナで観光客の方も行けないですけれども、まあ、そういうのがなければ、やっぱり世界中から、まあ、特にスペインの国内からこう人が集まってくるような、やっぱりリゾート地なんですかそうですね、夏場は本当にホテルがもう全然取れないぐらい賑わう、私もちょっといたのがコロナ期間だったんで、うん、あのマックスのレベルを見てないんですけど、まあ、スペイン国内のみならず、ドイツとか、あとはもうちょっと北の方のヨーロッパの国の人たちがやっぱりこう暖かさとか、太陽を求めてこぞってくるような街ですね。うん まさんまあ、今季19節終了時点、前半終了時点でちょっとカディスは、ね、こうなかなか勝ち点うん取れてなくて19位になっちゃってますけども、今季の戦いぶり、チームどうご覧になってますか、ここまでは。そうですね、な,なんかこう、あんまり偉そうな感じで言えないのであれなんですけど、まあ、昨年と比べると結構守備のところがなかなか大変なことになってるなっていうのが、えー、まあ印象的かなと思っていて、昨シーズンは、うん かなりあの研修っというところであの取り上げていただくことも多かったくらい失、うん、点数というところはすごく少なかったですが、まあ、今期は本当にあの3点、4点取られてしまう試合も多いですし、うんまあ、なかなか去年できていたその研修っというのがなかなか難しくて勝ち点を詰めずに、えー、折り返し地点までちょっと来てしまったかなというような状態かなと思っています。うん まあ、ラリーがご覧になっている方でも、まあ、なかなかカデスの試合見てないという方もいるかもしれないので僕もなりにもちょっと紹介するとね、まあ、もちろんネグレードとか、ね、こうジョコロサーノとか前線でタレントいますけどもやっぱ僕はエスピーノとか、ね、レデスマとかやっぱ南米のあの選手たちのこう守備での安定感とかエスピーノみたいな選手の駆け引きが僕大好きで、まあ、中盤なんかもねこうアラルコンとかいたりとかまあやっぱり。 渋い選手が多い中でもチームとして結束力があって、まあ、セルベラ監督も常に言ってますけども、まあ、もう個ここでなかなか立ち位置できないんでグループで戦うんだとやっぱチームワークだ一体感だっていうところはやっぱりこのチームカディスの今のセルベラ体制の強みですか前田さんそうですねそうだと思いますし今おっしゃっていただいた通り、こりこのクオリティっとところだとなかなかやっぱりビッグクラブには。 あの勝てないっていうところはあるんですけど、まあ、なのでその結果的にスタッツ見たらすごいあのボール支配率 10%20% しかないみたいなことは結構よくあるんですが <laughs> それでも本当にこうなんだろうチーム一丸となってこうしっかりと守って、えー、ゲームを作っていくっていうところがあの見られる試合っていうのはすごく、えー、まあなんかうまく表現できないんですがあの、まあ、本当に高知高の老眼ーーのクラブがトップリーグで、えー、必死に戦っているというか。 応援したくなるようなチームっていうところはあると思いますし個人も見ていくと結構、個性強いあの選手は多いなと思うのであのすごく魅力掘れば掘るほど魅力があるチームかなというふうに思ってます,す,いううてます金子さん、実際に現地で選手なんかとの接触なんかで、ね、こう日本向けの SNS で紹介していただいたりもしてますけどもなんかこの選手こん,なこんなエピソードあって面白かったですみたいな何か体験談ありますか あのカリス、実はですね練習場が島の外にありまして、そそうなんですかあそうななんんでですすかよあのクラブフロントスタッフはこうカランスタスタジアム、今新しい名前、ネイモミラン・ディージャと言いう、はい、スタジアムの中にあのオフィスがあるんですけど、練習場がちょっと島の外で離れてて、あの基本的に私たちはあ,のあんまり行くことがなかったんですけど、まあ、たまにあのコンテンツの収録とかであの同行させてもらうときに行くと。あの 本当にやっぱりアジア人がいることがとても目立つのでこう選手からしても何か,か知らない見かけない人がいるみたいな感じなんですけどその中ですごいあのほっこり印象的だったのがあのキーパーのレデスマ選手が、うん、あのこんにちはっていうふうに声をかけてくれてあの東京オリンピックであの日本に行った時からすごくあの日本という国の綺麗さとか,なんか整っているものとかにすごい感銘を受けたみたいで、うん、その時からすごいあの気になる国に必ず日本を挙げてくれるようになったりとかして。 なんかそういったところがすごいあのほっこりとしたあのつながりを感じることができました、まあ、あとスタジアムの雰囲気でうと金子さん、まあ、コロナです、ね、べ、まあ、てこうフルフルになったタイミングで盛り上がってみたいなところは、まあ、まだマスクも着用義務もありますし難しいと思いますけども、まあ、今期、ねこうまあ最初の頃はあれかもしれませんけど年末のところとかでいうとそれなりに人が戻ってくるスタジアムをご覧になって体験されたと思うんですけどどんな雰囲気でした あの地元の方たちからはとにかくカジスはサポーターが一番なんだっていうのをずっと聞いていて、うん、行った当初はあの今おっしゃったようにコロナであの無観客の試合を見させてもらってたんですけどあの、まあ、昨,昨年ですよねあのようやく観客が戻ってみた時には本当にあのもうスタジアム中に声がここだます感じであとはこう私の知り合いも見て 外かから見ててすすごい亀を受けけたんですけどとにかく激ヤマ自分のチームに対して激ヤマのサポーターカホブだみたいな表現をしてたんですけど <laughs> あのとにかくもう何が起ころうがどんなプレーが起ころうが自分たちのチームの味方の応援をするっていうようなところがすごいカニスタと言われる、うん、あのゆえんなのかなと思いました。うん そういう意味ではこう同じアンダルシアのねセビージ,ジャとかベリスなんかまあ負けると結構荒くてブーイングもするしとかっていうけどもやっぱそこはもう愛情たっぷりなんですねカジスタはそうですねもう頑張れみた, <laughs> みたいな感じでしたね。<laughs> <laughs> <laughs> その辺はやっぱりもう久々のプリメーラーで、まあ、去年もねこうあの戦力でセルビラ監督がよくぞ残留してくれたっていうところもあってあまりこう期待値がそもそもやっぱりそんなに高く設定してなくて、まあ、みんな本当に一部残留すればもう白紙ものっていうようなスタンスでやっぱり温かく見守ってるっていう感じなんですかね。そそうだと思いますね本当にそのプリメーラー での出場経験がある本当一握りだと、勝手ぐらいなんじゃないかなと思うので、本当、うん、まあ、そのおっしゃっていただいたとおり、あの限られた戦力でこう、昨シーズンはコロナ禍だったので、完全に無観客試合だったので、セルベラ監督もあのそのカディスタたちにこうプリメーアで戦うカディスタを生で見てほしいっていうところで、あのかなり残留に向けてあの力が入っていたので、無、ま、事、あ、それが残留して、えーまあ、かなって。 まあ、観客も入れて見れるようになった現状というのはすごくよ,、うん、よくなったかなというふうに思っています。まあここからちょっとカディスジャパンの話について聞きたいと思うんですが、まあ、いろんな、ね、こう媒体でもこう出演されてお話になってるんでちょっと違う自分は切り口でなぜカディスジャパンにちょっと、ね、こう出ていただこうと思ったかというとやっぱりこれまでラリーガンも僕長く取材していて、まあ、日本人選手がポットハット 入ったタイミングでちょっと日本向けになんかやろうぜみたいなんでなんかじゃあ SNS の日本語アカウント作ったりとかホームページ日本語作ったりみたいな経験したんですけどもやっぱりこう続かない日本人選手がいなくなるともうなん,なんとなくこうねこうフェードアウトしてしまうみたいなところが多くてなかなか継続的になんかこうね日本との架け橋になってやってくれるクラブが少なくな少なかった中でやっぱカジスさんはまあそうやってね ね、こう、日本人選手が全く現状でいないし、まあ、取る目処ないんじゃないかなと思って見てるんですけど、なんかそこ関係なしに、こう、カディスジャパンっていう形で、ね、こう、日本支部も開いて、積極的に展開されてるっていうのは、非常にこう、個人的には好意的に見ていて、まあ、だからこそちょっと取り上げたいなと、紹介したいなと思ってるんですけど前田さん、その辺は、こう、カディスを、の、こう、日本に広めようと思った、こう、カディスジャパンを作るきっかけっていうのは、改めてどういった経緯だったんですか えっと、ま、経緯としては、えー、19、2019年の秋頃にですね、えっと、ま、今日はいないんですけども、あまあ、カーディスジャパンが現状を斜め体制で。 動いてるんですが、補足当時4名いまして、まあ、そのうちの1人が、えーまあ、サッカー関連の仕事もあって、まあ、スペインとこう、えー、交流する機会もある中で、えーまあ、要は海外クラブ、えー、海外展開をまあ考えるようなクラブさんを紹介して、えー、もらった中の1つがカディスだったとっいうのが一番最初のきっかけにはなってます。うん、なのであの結論として僕ら側からこうカディスというところにコンタクトを取りに行って、うん カディスを広めようっていうふうに動き出したわけではないっていうのはあって、うん、どちらかというと話を最初にもらった時はあの本当か「カディスってどこですか?」っていうところが <laughs> あの本当申し訳ないんですけどそういうところが最初だったんですがゆ、うんまあ、くゆくこう調べれば調べるほど、えー、で実際にクラブの方のお話を聞けば聞くほど本当にこうなんか魅力というか。 違った切り口、違った切り口というのはそのサッカーだけの魅力であったりとか、うん、日本人選手がいるからっていうような形以外の切り口での発信っていうのがすごくなんかやりや,や,りやすいという言い方もしてもあれなんですけど、うん、やりやすいというか、まあ、魅力が本当にあるなと思ったので、うん、まあ当時、発足した時もお、き、ま、も、あ、2部で昇格争いをしているような状態だったのであの本当にその4人の発足メンバーの中ではもう 長い目で行こうと。うん、あのもう本当、プリメラに上がれるかも分からないし、水は。<laughs> <laughs> <laughs> というような、そこまでこう、なんていうかね、あのポジティブにこうガンガン行こうぜというよりかは、本当にカディスっていうクラブ、そしてカディスっていう街をこう徐々に徐々に、うん、あの日本に広めていければいいよね、うん、っていうところからスタートさせてもらったっていうところですね。うん、実際にどうですかこう、一部に上がったら、日本でのそういう取り上げ方とか、 こう反応なんか変わりました、2部から1部出上がるっていうのはやっぱり変わりましたね、うん、あの当時試合を見れる環境にもなったっていうのがまず第一あると思いますし、うん、それこそ本当にビッグクラブと対戦して、うん、本当に運が良かったな、僕ら側から見ると運が良かったなっていうのは、昨シーズン、本当に先ほど紹介したいただいた通り、成績もよく、うん、結構。 いわゆるビッグクラブに対して、拾うという,もうとジャイアントキリングといわれるものがあったりとか、あとは日本人選手との対戦、久保建英選手だったりとか、いうん、ところであの話題作りをしやすいタイミングがあの多くあったので、うん、本当にそういう意味では、すごく取り上げてもらいやすい環境になったかなという,ふうに思っています、うん。金子さんこう のののジョイインンっっっってていうははちちょょとととそ発足タミグが遅かったんですよねどういったきっかけで金子さん自身がそのカジジャパンにジョインされることになったのかの経緯を教えてもらっていいですかもともと私、サッカーは大好きだったんですけど、基本的に結構メインは国内サッカーで見てたんですけど、あの昔のトヨタカップが f がクラブワールドカップになって。 2015年、16年とあのバルサとレアルが続けて日本に来て試合をするっていうのをこう間近で見たときにあのやっぱりこの現地の国外サッカーサポーターのこう熱みたいなのを肌で感じてあやっぱりスペインサッカー面白そうだなって思ったのがきっかけ、うん、であのかいつかもともとスペインという国も大好きであの言葉もちょこちょこっと勉強してたりはしたんですけどなんかいつかこうサッカーも好きでスペインも好きならやっぱりラリーガっていうところはこう自分の中で目指したいなみたいなのが。 学生時代からあった中でもうあの本当にどうやって入っその業界に入っていったらいいのか私も全く分からない状態で。 なんかそこで自分が思いつく限りのことはがあの、まあ、日本語のアカウントやってる方たちってどういう方なんだろうっていう <laughs> 本当それぐらいしか思いつかなくてあのいろんなクラブの日本語アカウントだったり日本マーケットでの,あの授業とかを見ていた時にもうカディスのコンテンツがものすごく異様だったんですよね、うん、当時新入部で日本人もいないし <laughs> そんな中であのツイッターだけじゃなくてポッドキャストで音声メディアに手を出したりとか。 あの当時はまだあんまりスポーツ業界でノートをやってるところもなかったと思うんですけど、うん、ノートであの記事を上げてたりとか、うん、もうとにかくあの運用してるメディアも異様でしたし出してるコンテンツも異様でしたしとにかくあの異様だなっていう違和感ですね最初の印象は。<laughs> <laughs> <laughs> そんな話を知人としてたら あのあそれ知り合いがあの関わってるよっていう話がたまたまあってあぜひそこはお仲間に入れていただきたいですと言ってあの前田たちのメンバーに入れてもらったっていうのがきっかけです。なるほどなるほど。前田さんそのねか金子さんが多分いい意味でいいよって言葉を使いうことはお使いになったと思うんですけどもその、まあ、4人で立ち上げになってカディスジャパンの、まあ、日本でねカディスを広めようっていうところになって。 まあ数年経ってるわけですけども、その立ち上げ当初からこう意識してることとか、まあ、どういう思いでこのカディス・ジャパン、運運営運用されてますかそうですね、そこでいくと、異様って言っていただいたのは、もう本当に褒め言葉だなと思っていて、うん。<laughs> というのもやっぱり、カディスをじゃあ、どう広めていくか、カディスシェフをどう知ってもらうかっていうところになったときに、やっぱり自分もかなりサッカー好きなんですが、それでもやっぱり知らないクラブ。 うん、をどう知ってもらうかっていうのは本当にその補足当時からずっと議論し続けてきてでじゃあその結果どう,こう、まあ、単純にこう例えば海外クラブの日本語アカウントで試合結果だけを翻訳でこう出していったりだとか、うん、でいったいっ要はそのスタンダードなやり方では、うん、あの決して届かないだろうなと <laughs> まあいうのは最初からすごく言っていたので、まあ、本当にいい意味で異質である異様である、うん。 ということはあの意識し続けていましたし、まあ、今もそれを軸にというか、うん、え考えてはいますね。で、まあ、その中で、まあ、ぶれないようにしてきたところでいくと、まあ、しっかりこう異様でありつつも、ちゃんとそのサッカーであったりとか、うん、クラブ選手に対するこうリスペクトを忘れない。うん、で、まあ、本当に異様でちょっとふざけてるように映るところもしっかり掘ってもらえれば、うん、実はちゃんと理由がある。その背景、うん、クラブだったりとか あとはそのカディスって街の背景に即した異質さっていうのをしっかり出していくっていうのはここだわっているところですね前田さん自身はスペインとかラリーガのこうつながり興味っていうのはどう、まあ、ご自身でもサッカーやられたっていうことなんですけどもどれぐららいかかあったんですか僕は本当正直その自分がサッカーをやってた頃 のいわゆるこうレアル・マドリードの銀河系軍団時代は、うん、結構ラリーガはレアル・マドリードを中心に、まあ、見てた気にしてたかなと思うんですけどその後は正直あまり見えなくなっていたっていうのがあって、うん、なのでまあこの果実っていうのを機会にまた改めてラリーがスペインサッカーの面白さっていうところに触れる機会が得られたっていうところで本当に自分のサッカー観戦の,のまあ人生っていうところでいくと、うん あのすごくありがたいなと思ってますね <laughs> 今その7人でねカディスジャパンや切り盛りされてるってことですけどどういう,こう役割分担分業で多分ねこのカディスジャパンだけで皆さん生計立ててるわけじゃないと思うのでまあむしろほぼボランティアでこう自分の空いた時間にいろんなことをやってるってことだと思うんですけども前田さんどうやってこう皆さんこうに関わってるんですかカディスジャパンには。 そうですね、あのまあ、7人とも本業があのおっしゃっていただいた通り本業がありつつ、まあ、傍らで活動しているという形です、うんで。どう分業、これ <laughs> まあ難しいなと思ったのがそこまできっちりと役割分野を仕切ってないんですね。 うんまあ、半分本当にボランティア趣味の延長でやってるとはいえ、まあ、仕事としての責任感を持ってやってるっていうところなので、うん、どうですかね金子さんかなり分業といっても本当にその各々の得意な分野を各々が責任持ってやると、うんうんうん、なるほどで、まあ、その軸として、まあ、先ほどお伝えしたようなこう、まあ、サッカーに対するリスペクトを忘れないとかカディスっていうその背景をしっかり踏まえた上でアクションしていく。 みたいなところだけ全が共通認識持って頑張ろうね、楽しく頑張ろうね <laughs> <laughs> というような形ですかね、うん、あとは前田さん、有子さん、この,そのカディスの本体、まあ、そのスペイン、カディスの、まあ、例えば広報部とかになると思うんですけども、どう,どうやってこうコミュニケーションを取りながら、このカディスジャパンを運営されてるんでしょうか。 そうですね、私が向こうにいた期間はがっつり広報部のメンバーとして活動させてもらってたので、うん、もう毎日一緒に職員の人と話しながらあのあーだこうだ言いながらやっていて、うん、帰国してから基本的には、ま、WhatsApp のグループチャットがあるのであの何かがあればそこで連絡も持っておりますしあと一応週に1回は定例ミーティングみたいな一応本国と私が入っているんですけどカジスの一個特徴としては多言語での運用 SNS のようやってまして、<ー>今、ツイッター フェイスブックとか入れると13言語、はい、<laughs> あるのであの各国の担当がもちろんそれぞれいるんですけど、うん、そこのメンバーで週一は一応集まってこう,こういうモメントがあるねみたいな確認はしてます、うん、そういう中でこうカジスの、まあ、基本的にその国の、ね、こう担当者に任せてる裁量がい、ね、ってる部分はあると思うんですけども何かこうカジス本体としてこういう方針でこうグローバルに世界展開したいみたいなところは何かクラブとしての広報 戦略みたいな何で,で,、ねまあ、でこれだけ多言語かっていうところの1つが SNS 分配金というのがリーガの仕組みとしてありましてあのやっぱりカリス CF があのビッグクラブではないっていう結構地に足がついた認識は、うん、本国のマーケティングおよび広報部の,あのメンバーも持っているので、うんまあ、そうじゃない。 どうやったら勝負できるかっていうのでやっぱこうスペイン国外への発信で、えー、他のクラブに差をつけようっていうのが一個クラブとしての方針です。でその中であのやっぱり SNS っていうのが一番あのまあ始められやすいし届きやすいしっていうところであのこれだけ多くの言語でやってるんですけどあの特に本当にあの細かい指示は全然それこそなくてあのまあ基本的な相手を傷つけないであったりとか まあ、カディスの魅力を発信してくれって、あとはもうそれぞれの国で、あのー、面白いと思うことをどんどんやってくれっていう感じで、基本だねと言われたことがないですね、うん、素晴らしい。<laughs> <laughs> もう任せてもらってるってところですけども、たださん、例えばこれ、カディスのこう日本で今、ユニホーム着されてますけども、カディスの日ニホを買おうと思ったら買えるんですか、今。 これ今ちょっと難しいというのが正直なところでそこは本当にあの、うん、フォロワーの方からもユニフォーム買いたいですっていうことは言っていただけるようになってたので本当に僕らとしても何とかしたいなっていうのはずっとあるんですがなかなか今ちょっとそれが <laughs> かなってないというのが現状ですねです、うん、まあそれを実現に向けてカディスジャパンとしても今後動くっていうことですよね多分。 もちろんもう、ね、最善を尽くしたいると,ところではあります。本国がこうやっぱり一部に上がったタイミングでいろいろとこう頑張って整理をしているんですけど、うん、なかなかのスペインの田舎ウェイでして、あの今までのものがこうそう<の> <laughs> ですね。ラリーガのクラブらしいね。<laughs> まあでもそうやってね、これだけこう SNS でも影響力あって認知を獲得してくるとね、そうやってまあ。 そのフットボールターさんのインタビューを見たんですけども、も第二のクラブでいいっていう,、ね、こう定義も持ってるじゃないですか、だからもう、まあ、ラリーガなんで、マドリー、バルサアトレシコでマドリー、応援してもらっていいですけども、ちょっと気になって、カディスもユニホー買ってみたくなったら、グッズ含めて買ってくださいっていうスタンスだってことですよね、ま、さんそうですね、もうまさにそこがカディスの本当、一つの大きな魅力だと思っていて、もう本当にあの第一に推してるクラブは他にあっていいというのが、うん、なかなか僕、 僕個人としても結構カルチャーショックだったというか、うん、結構やっぱり僕も日本のサッカー J リーグあの結構コアな方だと思っていて、うん、そうなってくるとこうなんですかね複数のクラブ応援してるってなんとなくこう言いにくいというか、うん、ちょっと浮気かなみたいなイメージって個人的にあったんですけどそ,す、ね、その中で本当にそのクラブのこうトップの人たちがもう、うん、いや僕たちはもう第二のクラブ、うん、二番目でいいんだとでおっしゃっていただいた通り本当にビッグクラブが。 ある中で、まあ、ちょっとカディスっていうところ気になって、まあ、好きになってくれたらそれで OK だよっていう考え方は本当に地に足がついてるというか、うん、まあ自分たちの立ち位置をしっかりと分かった上でそれの中でしっかりこう自分たちのこう、まあそえー、バーブランドっていうのを確立しようとしてるというところがすごくまあ魅力的だなと思っていたので、うん、なので本当にいろんなラリーガーの中のクラブを応援している方もいると思いますしプレミアだったり他の。 あのリーグのクラブを応援している人もいると思うんですが、まあ、そういった人たちがこう第2のクラブ、まあ、2番目に気になるクラブとしてこうカディスをフォローしてくれたのも本当に嬉しいなと、うん、前半の最後の質問したいんですけど前田さん、今後カディスジャパンとしてこう考えている日本での展開とかこうちょっと挑戦したいこと、まあ、例えば、ね、ペーニャー作るみたいなことも個人的には全然ありなんじゃないかなと思って見てますけども何かありますか今後に向けては。そそうですねまさにその えーといろいろ考えてる中の一つにペーニャの話もありますしこう僕らが運用し始めたところの直後からこうコロナになってしまった、うん なかなかこうリアルでのイベントだったりっていうのが仕掛けられない状況になってしまったので、まあ、それこそペーニャでのこう例えばじゃあ観戦会であったりとかうん、うん、あとはカディスが、まあ、前段でご紹介させていただいた通りそり観光都市としてもすごく魅力的ビーチもあって歴史的なものもいっぱいあるっていうところで本当にそのカディスへの観光の中で、うんえー、じゃあ,まあカディスの試合も見ておこうかいわゆるスポーツツーリズムみたいなところも あの仕掛けられるようになっていきたいなというふうには、あの考えています。うん、丸山さん、カーディスに行こうと思ったら、日本からだと。まあ、まずマドリードとかに行ったとしたら、どう、どう国内移動したら、カーディス一番アクセスいいんですか。そうですね。めちゃくちゃ行きづらいんですけど。<laughs> <laughs> マドリードに飛んでいただいて、うん、マドリードから高速鉄道で、うん、ええー、南下していただくのが一番シンプルですフ、ね、ィビジャー行ってってことですか。そうですね。あの直通で一応あるんですけど。あフェ通ってるんですか。はい セビージャまでがアベな感じの高速で行け、うん、そこからはこうちょっと鈍行みたい、ね、なるほど一応一本で行けるようにはなっています。5時間ぐらいです、うん。まあでもちょっとかかりますね。<laughs> <laughs> <laughs> まあでもそれぐらい時間かけて行った方がいいかなと思いますからね。わ <laughs> かりました。